近代日本の完成では、王政復古によって、明治政府が成立した、慶応3年12月9日以降における、行政機関を中心とする、国家機関の編成を外観する。近代以前の律令完成については、日本の完成を、現在の完成については、日本の国家機関を参照。1866年、江戸幕府がイギリスに向かう、極芸一座に発給した旅券。 初活であった日本外国事務局の記載が残っている。慶応3年12月9日慶応4年ウルー4月21日慶応4年ウルー4月21日明治2年7月8日明治2年7月8日明治4年7月29日 明治4年7月29日から1875年4月14日1875年4月14日から1885年12月22日1885年12月22日から1889年12月24日1889年12月24日から1947年5月2日1947年5月3日から ありがとうございます。